動かないんですよね、近づいても。やばい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 。で、私がもう近づいて勇気を出して声をかけました。ほう。そしたらよ誰もいない。あ、怪しい人いた。怪しい人が、怪しい人がいた。絶対かきさん人間でしょ。なんで聞いてるの？テラのよくやったボタンを押して褒められるの。誰マジで？いいボタンってことですわよね。ナイスボタン。かきさん人外です。なんで？かきさん人外。かきさんに入れます。なんでだよ。いや、合ってねえぞ。クルーかー、クルーかーって俺読みすぎて。いや、セリフとかセリフとかベートかもしれんじゃん。セリフとかベートの可能性もある。あ、でも役所かも。危ねえなもう。テラゾよくやったぞって言ってる。テラゾよくやったぞって言ってる。誰な。誰なマジで。トマト、キャベツ、肉。誰。あ、カメラ見よう。近物カメラ面白そう。もうはっちゃんメイ。いやーもうこれ何ドア系はしたくない。もうやだ。何めっちゃ喋っとる。えめっちゃ、いや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 お嬢様が、いや、やってた。やってた。嘘、納品がないんですか。え、私ね、最後貨物なんですよ。いや、嘘つけ。いや、私最後貨物。納品だったらありえるよね。え、でも先端恐怖症さんも。本物か、どっちかってこと。いや、でも先端恐怖症さんも何。なんか、誰やろっかなって、一人ずつやってほしい、ずっと。で、その後に、なんか、ついていこうと思ったら、死んでたと思ったら、お嬢様がこっち側来て、やってる瞬間を見て。絶対え、私、マジでそっち行ってないですわよ。そうそうそう。え、いや、モーフィングされてる、モーフィングされてる。貨物から来ましたわ、私。マジですよ。私、最後ね、貨物よ。え、貨物脇で、で、ラウンジ行って、また貨物に戻ってきてからの、その下のバイタルがあるところ行ってからの、また貨物。いや、もう絶対嘘は。4回貨物行ってますわよ。結構前からアーカイブいたから。あれか、モーフィング、モーフィング、会いましためっちゃされてる。そうだね。いやいや、モーフィングの時間にしては長すぎる。貨物脇。最初に湧いたの誰でしたっけね。もう3人くらいは言ってたんですよ。私と最初モーフィング無理だよ。長すぎる。ああ、まあ、ちょっとね、クールがあるから無理だと思うんですけど。かきさん、俺が無実なことは見えてるよね。絶対無実だよね。絶対名様。あれ絶対名様。あれ何が起こってるんですか。絶対モーフィングが。いや、結局しよう。リアクターが鳴る前から、名様とハッチャーアーカイブにいた。いや、おそらく、ベントから私をモーフィングしたやつがいる。貨物の。モーフィング、モーフィングしたやつがいる、私を。かきさん、違ったらどうする。いや、違ったら。本当ですわよ。いや、違ったら、じゃあ、なんでも、どうぞ。モーフィングされたと思うんだったら、誰が、誰とすれ違ったの。ごめん、なんでも。そうそう、それはっきりさせないと。何が起こってるんですか、これ。じゃあ、ツイッター。任してるね、これ。センターさんと、センターさんと、ね、リンゴさんでした貨物。あれ？あ、違います。あ、違うわ。かっちゃんさんかピンクだから。誰だっけ？すれ違った。もう一人いたはず。ね、なんかあともう一人いたんですけど。下の方に行ってましたね。もう一人誰だっけ？そう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 。ま違ったらかきさん、あれ、ツイッターの名前これはかきさんですわ。絶対変更。めちゃくちゃ可愛い名前。かきさんの。おかしいですわ。私だって最後貨物だからかきさんですわ。絶対。絶対嘘。よしよしよし。これとすれ違った。なんもない。あ、なんもねえじゃん。てかもうどうせタスク終わらんしな。
とちょっとだけ理解できるようになってきた。もうイルタンどうしました？カキさん、さっき、うん、あのさっきね、ここで、うん、あのドアを開けるときに、うん、あの、先端恐怖症さんが、うん、誰やろっかなって言ってあっち行ったからいる、怪しいなと思って追いかけたら、ここで誰かが倒れて、うん、はっちゃんさんが死んでて、うん、あ、それ見とった見とった、こっちに、うん、見とった見とった、イルタンがこっち側から来て、で寺戸さんが左から来てっていうのを見とった。テラソース、あ、そうなんですね。そうそうそう、え、でも先端恐怖症さんが誰やろうかなって言ってたのは怪しくはないんですか、それは。どうなんやろう。どうなんだろうね。あ、やばいやばい、手で直そう、手で直そう。あ、直し、直そう。あれ、直された。お、ちょ、一緒に、一緒にいたいんですけど。一緒にいたい。お、いいよ。あ、じゃあ、いいですか、はい、タスクわからんかったら聞いてよ。わかんないです、これ。わかんない、嘘。あの、すっぽんをクリックして、持って、うん、で、シポシポする。はい。あー、え、なんか、お、え、おー、夏目、ね、あー、よかった。夏目よかったぞー。死んだと思った。夏目、ね、あれ、夏目見たな、どこだっけ。夏目先生、どうでした、時計の方でコックピット向かってた気がする。コックピット、いました。コックピットに置くと、夏目先生と寺戸さんがいました。うん、せやせや。カキとイルちゃんがずっと一緒にいてタスク教えてたんで無理です。はい。どこですか？トイレです。トイレです。アラウンジか。僕メインに湧いてエレクトリカルにいます。誰と待ってません。メインで湧いて。僕キッチン、コックピットからキッチン展望の方に行きましたけど、夏目先生はいなかったと思います。あ、そっちに向かったね。コックピットの後にエンジン、うん、宿舎金庫に行ったけど、そこにも夏目先生はいなかった。ん？やっぱ、え、キッチン行ってないの？じゃあ砂爪さん、金庫の扉が開いてるの証明できる？できる。で、砂爪さんが開けた？開けたか開いてたかだと思う。多分、ごめん、ちょっとそこら辺が、俺は開けたんだけど。開けたか開いてたかだと思う。寺蔵が、開いてたかは、まあ、あー、ごめんごめん、はい、夏目砂ザメをコクピットに置いてコミュニケーションエンジンルーム宿舎前通路金庫って言って、金庫のタスクを終わらせて中野地さんとリンゴさんが、そうリフト左にいるのを確認して、そこでちょっと止まってたんだけど、砂ザメさんその後金庫入ったんだなって感じ。金庫入って、最終位置どこですか？最終位置メインに入ったところぐらいかな。先端さんと確か突破ですれ違った気がする。リンゴさん白です、無理です。中野内さん白です。うん、三者さんか砂爪さんかな。僕はエレクトリカルでバイタルの扉が閉まってるのを一応言えます。まあ、はい、怪しい方に入れますか。砂爪さん入れるな、入れるなら、先端は白でいいの？俺も白だな。キッチンに行ってないんだったら、わかんねえや。あのメインの方に多分夏目先生抜けてるはずなんで、上は自分がいたし、下はキッチン組がいたんであれば、うん、まあ、ごめん自分スキップで、ごめん、あの三四屋さん以外の容疑者が他にいるか整理できてないのでスキップします。あ、マジか、結構組に入るな。なんか喋り方が怪しいんだよ。喋り方、喋り方が。クイッ。お、なんか陽気な方がいた。選曲みたいな感じなのかなと思って。あれ、あ、皆さんどう思います？インポスター、あれ、長内さんなんか静かやと怪しいな。何？え、なんか騒いでないから怖いな。さっきはすごく騒がしかったんですけどね。おっ、なんだ。なんだ。私が体験したお話なんですけど、はい、ある夏の夜中でしたかね。はい、私が夜中にコンビニに向かおうとしてました。怖い。そしたら道の真ん中に人が立ってたんです。ちょっと子供のような服装で、やばいやばい、こちらを見ていた。こんな夜中に子供がいると思って
ちょっと怖いな怖いなって思ってたんですよね。でもやっぱり夜中だからちょっと声をかけないといけないかなと思って近づいたわけです。やだ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 。そしたら動かないんですよね、近づいても。やばい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 。で私がもう近づいて勇気を出して声をかけました。ほう。そしたらめっちゃ可愛かったんです。あらあら。めっちゃ可愛かったんです。あらあらあら。あ、ハスクセン行きますか。はい、そうですね。行きますか。はい。そうですね。今考えたんですか。今考えたんですか。そうですね。あら、今即興で即興で今即興で、あ、すごい、すごい、めっちゃ怖かったんですよ。めっちゃ怖かったんかい。あ、どどーん。左で死んでます。多分。アルタイルさんがキッチンで死んでます。広角出せます。はい。中野中野ちりんごさん、カキは絶対無理です。はい。エレキで階段を引いてます。三者三者さん無理です。テラゾーさん以外じゃあ無理だと思います。セキュリティからキッチンに来て通報です。本当に無理なのかもう一度検証お願いします。僕じゃないんで。もう階段陣営いるんでこっちは大丈夫です。白億パン無理です。エンジン陣営なんで。ボッタチだったけど。アルタイルさんは結構今回の時間が90秒ぐらい経ってることを考慮しても無理なんですか。絶対無理です。絶対無理です。階段組は無理です。アルタイルさんはあのエンジンから通信の方に行きました。20秒前くらいに。ちなみにサンシアさんはサンシアさんはあのセンターさんを見てるんですよね。あのその辺見てます。センターさん見えてなくて。僕2人はずっと走ってました。僕動いてない。自分も全く動いてないんで。はい。でも僕は二人をずっといるかないるかなって見てたんで両方ともいました。で両方とも動いてないんで絶対白です。じゃあ昨日のキルも寺戸さんが。どういう状況ですか。まああるとしたら三人街が結託してるとか。うん。だけど無理だよね人間的に。どういうこと。多分イルさんは手で直しに行ってるんですよ。手もデッキに。三千回だったらあれです。柿さん確定になりますよ。メイさんを釣ってるんで柿さん。停電中に固まった。確かに確かにそうだ。停電中は固まってました。そうです。確かに固まってました。この三人。あ、じゃあもう絶対寺戸さんだわ。停電中。三人固まってたなら。っていうな、もうどういうことなのか僕にはわかりません。階段陣営とエンジン陣営がいた。階段陣営。どういうことなのかよくわかりません。これ。あのまあテラゾジャッカルなんで飛ばしてください。ただ今回のキル僕じゃないんで。え、マジ？テラゾよくやったな。これ誰？誰？どういうこと？でも人外です。俺何？俺何もやってないよ。絶対やってるでしょ。全然な。絶対長落ちたんでしょ。絶対長落ちた。あれ？誰もいないな。あれ？あれ？どういうことですか？チャキさん。どういうことですか？なんかさっきから、イルちゃんがセンターさんがキルしようとしてたみたいなことずっと言ってたんですけど。お、怪しいな。あれ？出ねえな。怖い怖い怖い。マッチ先生行こうか。カムチさんどこよ今。あ、リンゴさんや。あ、カキさん。まあでもリンゴさんは白だからな。カキさんも白いと思っちゃうな、階段陣営は。階段陣営白だと思うんですよね。ねえ、ナイスボタン。どういうこと？おお、死んでない。死んでない。意味がちょっと三者さんの言ってる意味があんまりちょっとよくわかってなくて。はい。さっき白出しされてたのって誰です？出して。中野ちりんごさん以外かな。中野ちさんとリンゴさんとカチさんは展望の方にね、停電中ね重なってました。
あのエレキでエレクトリカルですよ。マジでずっといた。なあ、そこで固まったのか。サンシアさんが、はい、リンゴさんが電気室にいたって言ってたけど、私アーカイブでリンゴさんを見かけたのってよく分かってなくて、うん、いや、すいません、めっちゃ勘違いです、これじゃあ、ごめんなさい、本当に。ああ、了解です。はい、よかったです。あ、よかった。あ、じゃあ、中野内さんかリンゴさんか、勝ちさんの誰かがキルしてたってことなんですね。いや、絶対ないよ。あ、いや、うん、絶対ない。100% なくて、うん、ない、このさ、停電中も重なってたので、うん、この階段を聞くために。うん、そうそう、なので、ペラムさんがやってて、何のキルをさっきのすいません直前のイルさんのキルに追ってて、で僕とセンターさんと砂ダメさんって絶対無理じゃないですか、もう本当に 100% 無理で、中野さんとリンゴさんとかけさんは 100% 無理らしいですよ、うん、だからあれですよ、ペラムさんがジャッカルだから嘘ついてるんですよ。あーそう、ごめんなさい、すいません、まあ、もう完全に勘違いしてました、ごめんなさい本当に。あ、さっきのその リンゴさんがわーみたいなのは、はい、このターンの見間違えとか。いや、前のターンです、前のターンです。僕あ、本当に全て、もう全て忘れてください、ごめんなさい。あ、了解です、了解です、じゃあ分かりました、一旦忘れます、はい、逆にね、うん、本当に全て忘れてください、ごめんなさい、人外。はい、じゃあ三者三四郎で中野手さん掛けさんだから全然やってないぞ、タスクさんと全然タスクやってないけど大丈夫かな。 あ、そうなんですか、私もまだもうちょっとかな、うん、そう、こんなことばっかやってる、え、終わる、そう、これなんなんすかリンゴさん、先端さんか砂ザメさん、インポスターかなって、お、あ、なるほどな、砂、うん、ザメさん通らないかな、ちょっと待とう、お、え、待ったろ、じゃあちょっとなんか、あ、アクス、そうか、砂ザメさん、これ砂ザメさんが、砂ザメさん、ここで3人白取れるのはいいな、あ、来た来た、よしよし、おーい、やったー、誰取るか、ナイス、いや、ナイスすぎる、ナイスすぎる、やっぱ死ぬ、ナイス、ナイス、ナイスです、ナイスです、これはあの長い停電は何だったんだ、あの長い停電は、動けない、動けない、あれは動けないって、階段クソ長いですわ、そう、あれはジャッカル頑張ってくれって思いながらやってましたわ。俺もインポスター頑張ってくれって思いながらずっと弁当に入ってたのに何も起きない。自分はキルできないから、なんかジャッカル頑張ってくれって思いながら。おいおいおい。